皆さんこんにちは、ハーモニカクラブです、現在38期生10名、39期生10名、計20名で、毎週火曜日の放課後、月井昭一先生の指導のもと練習に励んでおります。部員のほとんどがハーモニカは初心者です。しかし先生の懸命の指導でなんとか今日の日を迎えることができました。今日は3曲を演奏します。1曲目は四季の山という新しい歌です。この歌は2016年8月11日山の日に発売されました。この年に山の日が国民の休日に制定され、それにちなんでこの歌が作られました。もちろんプロデュースは故船村徹先生です。皆さんに広く知ってもらい歌い継がれてほしい歌です。今日は最初、皆さん方もなかなかこの歌馴染みがないと思いますので、2番の歌を全員で合唱してから反対演奏に歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。では次は徹先生です。よろしくお願いします。声の声
どうもありがとうございました。2曲目は山のロザリアという曲です。皆さんも一度は弾いたり歌ったりしたかと思います。1961年、女性の3人グループでしたか、スリー・グレイセス、懐かしい方もいらっしゃるじゃないですかね、スリー・グレイセスとい う女子の3人組がですね、歌ってミリオンセラーを記録しています。それでは山のロザリアを演奏いたします。
川文字会クラブの皆様ありがとうございました。